ました。くわチャンネル、こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、元町通り三丁目さんに行ってまいりました。こちらのお店はキーマカレーのみのお店となっているんですけども、その美味しいキーマカレー一択でですね、人気になってまして、おかわりの方もできるといったコスパも抜群のお店となっております。レトルトの方もね、出てるそんなお店なんですけども、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。元町通り三丁目さんはキーマカレー専門店となっており、メニューの方はキーマカレー1本、サラダ付きで煮卵、ホワイトチーズ、ネギ増量などのトッピングもあります。本日はキーマカレーに煮卵トッピング、デフォルトで付いてくる青ネギの方がこんもり盛り付けられ、ライスの上には見ているだけでたまらん煮卵、そしてバンバンジーサラダも嬉しく、本日もいただきます。まずは本日はそのカレーの方から、一口食べるとしっかりとした旨味で本日もうまし。ひき肉はもちろんのこと、中に牛すじも入っており、シャキシャキとした青ネギの食感がもはやいいアクセントすぎてナイスな神戸感。個人的に大好きなバンバンジーサラダもカレーとの相性も抜群で、卓上には調味料の方も揃っており、初めから決めていましたとタバスコの方で酸味辛さの方をプラスしてもカレーとの相性も抜群で、まさにこれがスプーンが止まらないいい相性。そして途中で煮卵の方をとろーりさせて中辛ぐらいのカレーをさらにマイルドにしていく、牛すじの旨味やひき肉の食感、そしてマイルドにさせてくれる卵の見事な調和、そしてペロリと平らげた後はもちろんおかわり、こちらの方は分量を調節できるので食べきれる量をおかわりしましょう。今回は特別に半分だけのホワイトチーズの方もトッピングさせていただき、おかわり分で見事にとろーりさせてくれるホワイトチーズの方を楽しむ。チーズの風味やそしてさらにコクの方も増し、どんどんスプーンが止まらない一品になってくる、そんなトッピングのホワイトチーズ、ぜひおすすめの一品。さらにタバスコで味変してみても最高で、まさにキーマカレー一皿でこんなにも満足感の得られるのは最高。本日もペロリと完食、ごちそうさまでした。ホワイトチーズが鉄板。最初にキーマカレーのみいただきまして、そのままいただいてたんですけども、イメージするキーマカレーとは少々違った感じで、肉のもう溶け込んだそんなキーマカレーとなっておりました。しっかりとした味付け、そして旨味の方もね十分で、ご飯がガツガツ進むんでおかわりというのがねすごくありがたいなと思う、そんなお店でございます。カレーの方もさることながら、ネギのねシャキシャキ感だったりも最高で、副菜としてバンバンジーとキャベツがねついてくるんですけど、それがまたね何とも言えないいいアクセントと醸し出して、もう全体一皿としても楽しめる、そんなカレーとなっておりました。そしてホワイトチーズね、トッピングの方でホワイトチーズもいただいたんですけども、こちらのトロトロ具合とそのキーマカレーが混ざり合う瞬間、もはや最高でですね、嫌いでなかったらそこに卵なんかもねつけちゃったりすると、もう口の中が幸せすぎる、そんなカレーとなっておりました。やっぱりねキーマカレー一択だったりだとか、チキンカレー一択だったりっていうお店、そしてビーフカレー一択だったりいう、その神戸独特のそういうお店ならではのお得感だったりだとか、やっぱり一択で勝負するにあたってね、そうやっぱり美味しくないといけないですし、そういうお得感だったりコスパの方も十分で、ぜひね神戸に来た際には行ってみたい、そんな一店舗となっておりました。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。